ご覧の通り名古屋に着いたんですけれども、今日はこれからね、名鉄名古屋駅まで行って、そこからね、犬山市っていうところに行きたいかなと思ってます。あと今まだ7時前なんですけど、朝ごはんもちょっとどっかで調達した方がいいかなっていうふうに感じています。さて、今回はどんな旅になるんだろうな、ちょっと楽しみ。はい、さて、名鉄名古屋駅に着きました。ここからね、犬山市の方に向かっていきたいと思います。一応ね、切符売り場はあるんですけど、 iPhone の Suica が使えるはず。 Suica が使えるか試してみるぞ。よし、おお、使えた。どこでも行けるな、こりゃ。どこ行ったらいいんだ、どこ行ったらいいかわかんないんですけど、とりあえず1番線かな。ほら、1番線犬山方面って書いてある。今、名鉄名古屋から犬山を調べています。で、検索してみるとこんな感じ。7時半の電車に乗れって言ってるかな。うん、7時半に乗ると一番早いと思います。なのであと15分ぐらい待ち。ちょっとホームのあたりを散策してみよう。一応ホームの中にファミリーマート発見。ここでちょっとおにぎりとか買おう。よく見るとあそこに案内板があって、次の電車がどこに行くかっていうのがあれで見ることができるみたいですね。あとその表示板の下に岩倉とかカニとか書いてあるところがあると思うんですけども、まあ、そこでね、乗り場が分かるような、そんな仕組みになってるみたいです。ドアが開きます。ご注意ください。ドアが開きます。ご注意ください。ありがとうございます。犬山です。小松江の平安通り行き、3番線でお待ちください。犬山駅に着きました。これから岐阜バスに乗り換えて、明治村線に乗っていきたいと思います。お、550円だった。これからね、犬山駅の東口からバスが出ています。こんなところに美味しそうなカフェが。岐阜バスらしいんですけど、岐阜バスがどこから出ているかそこまでは調べきれてないな。ありました、ありました。あそこに2番乗り場ですね。2番乗り場っていうところに明治村駅のバス停がありました。これに乗ってね、明治村に行くんですけれど、ちょっとね、実は明治村まだ開園前なんですよね。だからちょっと寄り道をしたいかなと思います。はい、岐阜バスに乗り込みました。これから明治村に向かうんですけれども、その途中の神尾っていう停留所で今回降りようかなと思います。こんにちは、伊賀です。今日はね、名古屋から少し離れたところまで、近郊っていうのかな、郊外っていうのかな、郊外の方まで来ました。こちらのね、湖でドローンを飛ばして今日はやっていきたいと思います。まあ本当はね、もう早速飛ばしちゃったんですけれども、結構ね、この辺りかなりいい感じに撮れるような気がします。
はい、今ここで飛ばしているのは DJI スパークですね。今からねこのコントローラー使ってこれをここに着陸させようっていうコンターなんですけど、ね、片手でできるかどうか問題。まあまず無理。とりあえずやってみようかな。あ、間違えた。さあ行くぞ。もうちょっと後ろ、もうちょっと右。あ、行き過ぎ。さあどうだ、行け。失敗。ということで愛知県にある明治村というところにやってきました。今日はねこの明治村でシグマ SD クワトロを使って写真をね主に撮っていこうかなと思います。乗り物付き、はい、一日乗車券付きの、はい、はい、どうもすいません、お待たせしました。はい、ありがとうございます。ということでこちらの入村券というものを手に入れてきました。今回ね明治村ってかなり広いので乗り物1日券もつけたやつを購入してみました。よし、じゃあ行くぞ。はい、おはようございます、はい、失礼いたします。はい、はい、今日は結構歩き回る予定なので園内をね行く前に変わるビジネスリュックをコインロッカーに預けちゃいます。これが明治村の全体図です。現在地はこちらのね1丁目っていうところにいます。それがね結構ね一番上の北口の方は5丁目っていう感じなんですけど、かなりの広さがあります。とりあえず4丁目あたりまでは行きたいかな。頑張って行ってみたいと思います。この辺りは和風のとてもいい佇まいの建物が集まってる箇所ですね。この辺り2丁目3丁目かな。この明治村っていうのはこんな感じで和風とか洋風の建物がいろいろ集合して展示されております。中に入って見ることもできますし撮影することもある程度なら自由です。まあ、多少注意事項はあったりするんですけれども、そちらの方を守って撮影すれば結構ねいろんなもの、こういういろんなものをね撮っていくことができます。こういうね豆知識とかがところどころにあって少しためになりますね。いいな、こういう書斎。昔の人はこういうところで質問を行っていたんでしょうね。ここは偉人坂と呼ばれている場所なんですけど、ところどころでねこうやって雪がくっついちゃってて、さらにアイスバーンになってるんでかなり危ない、かなり怖い。さっきもちょっとつるっといっちゃいそうになっちゃいましたね。ほらこういうところね、こういうところこんな Vlog を撮りながら歩いてるとこけちゃうっていうフラグになっちゃうんで気をつけましょう。だいぶ明治村の方もいろいろ散策したんですけど、いやそろそろね12時、そろそろ12時を超えてきたのでお腹が空いてきましたね。いろんなところに食堂があったりするんですけれども、今回はねちょっとカレーが食べたいなと思って、カレーの上りがあるそこのカフェにしようかなと思います。こちらは食堂楽のカフェという場所ですね。でこの上りに、まんまと誘われて
こちらの方にやってきました。こんにちは。こちらでお伺いします。カレーとブレンドコーヒーホットで、はい、ちょっとよろしくお願いします。お会計1100円でございます。はい、お待たせいたしました。はい、サポートミルクはこちらにございますので、はい、こちら食道楽のカレー、すごいね、注文して一瞬で出てきたね。今日はこちらをいただきます。これがお昼ご飯。あー、いい匂いがする。それじゃあいただきます。ざっくりとね、お腹すいたわ。うん、うまい。このね、カフェのいいところは結構ね、景色がいいんですよね。広い広場があります。こういった風景を見ながらご飯が食べられますね。ここ僕ね、カレーはね、こうやってぐちゃぐちゃに混ぜない派。ご飯はご飯、ルーはルー、こんな感じで分けて食べたいっていうね。やっぱりね、カレーはカレーで食べたいんですけど、ご飯は何にもかかってない状態、こういう白飯の状態のものを食べたいんですよね。で、口の中で混ぜることはあるんですけど、基本的にはね、こうペースを見ながら、あ、ルーが多いな、ご飯が多いなみたいな感じでペースを見ながらカレー食べてます。ということで、ご飯食べ終わりました。思ったより、期待していたより美味しかったですね。普通のカレーだったんですけど、これね、食道楽のカレー750円、美味しかったです。今までこの明治村を歩いていろいろ巡ってきたわけなんですけれども、よく考えたらね、1日乗り物乗車券、これね、これも買ってたんだよね。ちょっと これ使わないともったいないんで、これから乗り物に乗ってみたいと思います。この明治村は乗り物として蒸気機関車 SL と、あと京都市電と呼ばれる、まあこの村内を走る電車、あとは村営バスっていう、まあシャトルバスがいくつか走っています。これから乗るのはこの京都市電っていうやつ、乗ってみたいと思います。これね、どうぞ。ステップ高いので気をつけてください。お待たせいたしました。品川東大駅発車になります。電車降りますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。改札途中15の建物でスタートしておりますが、現在はその4倍強となります。68の建物、またこういったですね、乗り物を保存展示しております。こちらからでも結構です。申し訳なさってください。ありがとうございます。ということで、一区間だけでしたけれども、あちらのね、京都市電と呼ばれる乗り物に乗っていきました。結構ね、こう少ない区間なんですけど、いろいろ街並みとか建物がたくさん上から見ることができるので、観光列車としてはすごくいいと思いますね。明治村の丘から見えるこちらはイルカ池ですね。イルカ池は人工の池なんですけれども、農業用の池らしくて、でもこんなに広い池ってすごいよね。湖みたいな池ですね。冬は釣りのシーズンらしくて、あんなにね、たくさんボートを出して皆さん釣りしてますね。先ほどの京都市電、全体図はこんな感じ。いいよね、レトロな感じが。そんでもって明治村でシャトルバスが出てるっていう話をさっきちょっとだけしたんですけど、それがね、こういったバス、
これは結構な頻度で村内を走ってますね。明治神社とは何でしょう。行ってみよう。雪で滑る。この建物の中にある順路があるな。あーなるほどね。こちらこれ何かっていうと明治天皇のご陵舎だ。なるほど、そういうとこなんだね。ここはで、こっち向くとこれが明治神社らしい。せっかくだから参拝するか。はい、今午後1時半ぐらい。次の予定もあるのでね、そろそろ明治村を後にして名古屋方面にまた前戻っていきたいと思います。いや結構ね、やっぱり敷地広いわ。歩いたらだいぶ疲れたね。次のバスの予定時刻は55分。あとね25分ぐらいあるのか。ちょっと時間ありますね。はい、忘れずにロッカーを戻ってきました。あれ鍵どこだ。これだね、これ。よいしょ、戻ってきた。ちょっと荷物整理するから。よいしょ、ちょっと荷物を整理します。今ね、開く PC バッグの中こんな感じですけど、もうシグマクワトロ使わないから、カールビジネスリュックの中にしまっちゃおうかな。というわけで明治村楽しんでまいりました。明治村、広い敷地の中に古い、まあ、明治時代の頃の建物が多いんですけれども、そういう意味では東京にある江戸建物園みたいなイメージですね。あれの規模が3倍以上あるんじゃないかな。その広い敷地にある建物をなんか全部見ているとすごく時間がかかってしまうんですけれども、まあ今回はねちょっとサクサクっといろいろ見てまいりました。でね、これから帰るわけなんですけれども、まずは今朝ね行った犬山駅の東口の方に向かいたいと思います。今ね明治村っていうここ結構停車場は多いんですけれども、2、30分で着いちゃうんですよね。結構近い。バスの本数はだいたい1時間に2本か1本、そんな感じですかね。さてやってきました、岐阜バス。ちょっとなんか岐阜バスって言いづらいんですけど、これに乗って犬山駅まで戻っていきたいと思います。お待たせいたしました。犬山駅行きです。この路線のバスは昔ながらの整理券の方式なので、まず乗るときに整理券を取らないといけないです。いや整理券懐かしいな、こういうやつね。昔はよくありました。ということで名古屋駅の方に戻ってきました。よし、バッチリスイカも使います。これからねちょっと時間があるんで一回休憩して、それからライブ会場に向かおうかな。ということで妖精帝国のライブ行ってまいりました。今回も結構ねライブ自体盛り上がってすごく楽しかったです。いやライブするとね結構声が枯れたり汗かいたりするんで、やっぱりこういう時はここ温泉ですね。ちょっと明るさがあれですかね。北の湯っていう温泉に来ました。この北の湯は前回もちょっと来てみたんですけれども、そこそこね過ごしやすい、まあ、温泉だったんで、今回もここにお世話になろうかなと思って来ました。ここから入ります。いやもう体冷えた。こんな感じ、結構おしゃれでしょ。意外といいとこなんですよここ。まああとはねお風呂なんでカメラはここまで。ふう、気持ちよかった。いやー最高ですな。
というわけでこちらの北の湯さんのところで温泉に入ってまいりました。いやーすごく気持ちよかったですね。ここのね、壺に入る湯があるんですけど、それが僕好きですね。ということで今日はもうこの辺りで今日の動画終わりにしたいと思います。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。顔が映ってない。最後までご視聴ありがとうございました。以上、いげでした。ではでは。